海を舞台に活動する人たちを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこの方です。伊万里湾の多々良海岸には夏になるとカブトガニがつがいで産卵にやってきます。地元ではハチガメと呼ばれているカブトガニ。佐賀県立伊万里高校の理科生物部顧問の藤陽子先生は9名の部員たちとカブトガニや自然界の生き物の調査研究をしています。このカブトガニは去年の夏に生まれた卵をみんなで孵化させ育てた1センチほどの赤ちゃんです。最初はもう薄い色なんですけど、はい、生徒さんたちが毎日毎日餌やりをしたので色がこんな風にしっかり濃くなってますね。伊万里高校のカブトガニの調査研究は半世紀にわたり受け継がれています。地域の方々と一緒に保護活動をしながらデータを取ってみんなで協力して、調査研究を続けています。身近な自然とか何も知らなくても生活はしていける時代だと思うんですよ。でもやっぱりいろんなことに興味を持って調べたり観察していく中で学んでいってほしいなって思って日頃生徒に接してます。カブトガニが住めないような環境ではやっぱり人間も生活しづらいでしょうから、やっぱり海はつながっているのでみんなが協力して環境を守っていこう、海を守っていこうっていうことが必要なんじゃないかなと思います。海と日本。